夏の夜空を彩る花火。日本の花火は正確な円を描くことで知られています。大小さまざまな大きさの円が美しい大輪の花を咲かせます。花火が夏の風物詩になったのはおよそ300年前。東京で飢饉が起こり、当時の将軍が亡くなった人々を慰霊するために花火を打ち上げました。これがきっかけで夏になると各地で花火大会が行われるようになりました。東京で150年続く花火工房です。伝統を守る若き職人、緒方康平さん。この一発をすごく時間かけてでもいいものを作ろうとするっていう花火屋さんが日本には多いと思います。花火の玉には星と呼ばれる火薬の粒が詰められています。星が正確な円の形に並ぶよう一つずつ手作業で丁寧に配置します。玉の中で数ミリでも誤差があれば、上空では数メートルのズレになります。壮大な美しさは巧みな職人技に支えられているのです。緒方さんは伝統の枠を超え、新たな見せ方で花火を披露しようとしています。最先端のさまざまなパフォーマンスと花火をコラボレーションしたショーへの挑戦です。花火もあるけど、そういうパフォーマーの方もあったり、そういうライティングが音楽のことだ、そういう総合的なことが一つのそのエンターテインメントとして、一体感のあるショーを作るため、パフォーマンスや音楽に合わせ花火の形や色を入念に決めていきます。こっちが良かれと思ったことが、実はその道のプロの人からしたら違う、ここのシーンでベニューを上げようと思ったんだけど、いやここは青い方がいいんじゃないかとか。イベント当日、ショーをこの目で見ようと1万5千人を超える観衆が集まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。幕が上がりました。今年のテーマは宇宙への旅。舞台上が照明で赤く染まると赤色の花火が打ち上がります。続いてピンクゴールドに輝く世界が表現されます。こちらは自転車によるパフォーマンス。回転数が増すごとに花火が放たれるスピードも上がります。100分の1秒単位で打ち上げのタイミングを調整しているのです。この夜打ち上げた花火は12000発。緻密に計算された花火ショーが多くの人の心を魅了しました。まあ、素晴らしいエンターテイメントだと思います。音楽と花火がすごい連動してて感動しちゃいました。緒方さんたちの挑戦はさらに海を越え、この花火ショーはシンガポールを皮切りにサウジアラビアでも開催されます。夏の風物詩として日本人に楽しまれてきた花火、緻密な伝統の技が新たな見せ方で現代の夜空を彩ります。